ハローハロー、ナマステーミーテュー、どうも、ハウエバーでーす。ホールアート76やっていきたいと思います。ゆっぷんさん、お茶、拍手、ケーキ、ありがとうございます。いっぱい投げてくれまして。ナインボールさん、いらっしゃい。晩はってことで。今日はメインキャラクターやっていきたいと思います。本日から実写始まりました、ドラマ化。ハウちゃんね、半分ぐらい見た。面白い。いやー、ホールアウトしてたね、あれね。まあ、ちょっとね、プライム限定なんでね、プライムビデオ。プライム会員の方は見れるんですけど、昔さ、ネットフリックスだっけ？ネットフリックスでラストオブアース独占配信やったんですけど、ホールアウトはなんとプライム独占配信となっております。はい。いやー、本日はメインキャラクターでいきます。よいしょ。アドベンチャー。見れないからこっちはこっちでミニニュークで焼き起こします。いや、1はちょっとね、半分見たんやけど、もうパワーアーマー T60 がお目見えしましたよ。これ以上言っちゃうとネタバレになっちゃうんでね。主人公2人じゃない、1人じゃないんですよね。初めて知ったわ。で、ルーシーっていう女の人と、もう1人男の人が出てきました。まあ、そこまで止まってるんですけどね。腐っても戦後最新型アーマー。いやー、プライムね、4で量産されましたし。ちょっとね、チラッと、ホールアウトドラマ見たんですけど、どっちかというと、ホールアウト4に近い、感じです。これ、ハウちゃんの家ね。ハウちゃんは、女性キャラクターがメインキャラクターです。レベル111からですね。点滅してるね。L1 と三角。ドラマ版は200連です。いや、もうなんか、早速、ハウちゃんの自販機に用があるみたいですね。よいしょ。挨拶しとこう。こちら、ハウちゃんのお家ですね。ベンチプレス、ドラム、ギター、で、こっちもスチールギターですね。で、放射能除去、弾薬、トイレから出たら合流しよう。あ、いいよ。で、クラフト関係、で、暖炉、
できるのに。で、一応3階建てにします。3階には、バーで、バーの奥には露天風呂で、世界の頂上が見える場所ですね。よし、よいしょ。はあ、いやー、近くにスコーチいますね。じゃあ俺の家から徒歩で行ける。そうなんや。よし、ここでちょっと休憩しながらバフ入れて、アトミックショップですね。フリー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 ジャンプスーツ、あ、ジャンプスーツ、ああああああこれドラマのやつやん。あ、そうそう、ボルト33なんですよね。うん、あ、今回の多分ね、ドラマの多分あのコラボですね。はい、どうやってアパラチアに。お前ウエストランドや言うてんのに。でアイコンが、あ、みえ4つもらえんのか。へえ、ガンスリコマンド、スラッガーアイコン、グラディエーター。ブラックロックさんいらっしゃい。いやー、ちょっと半分見ましたよ、ハウちゃんはドラマを。あ、フレンドリクエストありがとう。ちょっと待ってね。よいしょ。ヘルキャット、よいしょ。はーい、これこれはナインボールさん。かな。疲れているんです。シーズンへようこそ。ランクアップしチケット。ああ、そうか、じゃあナインボールさん、ちょっとあのヘルキャットさんって呼ぶわ。こっちで名前編集します。あのコメントビューはね、ヘルキャット。はい、これかっこいい、ナインボールつけとこう。よいしょ。はい、シーズンランクアップチケット獲得、シーズン報酬を受け取ろう。はい、あ、なんか仕様変わったの、これチャレンジを完了してランクアップしチケットを獲得、チケットは報酬と交換。あら、なんか変わってるねこれ。知り合いからはさらに略されて猫さん呼ばわりされてる。あはは、オッケー。まあヘルキャットさんでいいよ。あの被ってないよ誰も。うん。よいしょ。あ、スコアブースト 5%。これ、あーそうか。ファーストか。なるほど。チケット5枚でパークカードパック5個。いや、チケットないでしょ今。チケットどこで見るんや。あ、25枚あるわ。あ、マジか。右下に出てますね。あー、結構あるね。金に余裕があるならファースト便利。あ、いや、あのファーストは入らない方向ですね今のところ。しかしどうやってアパラチアに来てんだか、ボルトスーツ。ほんまや。あ、金塊500。あ、なるほど。フォトモード。あ、ビーチのフェンスセット。これ0円。このページを解除すると獲得できる。ん？どういうことこれ？このページを解除、あ、全部ってこと？
おこのページを解除するとちょっと待ってよ、意味が分からへん。あのボルト200年開いてないのになんでボルトスーツが出回ってる。いや分かんないね、それは。このページを解除する、あ、やっぱりそうか、1から始めないといけないんか。なるほど、こっからか。じゃあリキッドガレージ3個、レジェンダリーコア10個、プレイヤーアイコン、あーな、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 なる、なるほど。ランクアップ、あーランクは、あーなるほど、上のやつね、あのスコアランクね、スコアランクを上げてランク7か、なるほど。下に書いてますね、ランク7に到達してこのページを解除、なるほど。どうしようかな、いや特に欲しいものがあんまりない。プレイヤーアイコンぐらいか、これじゃあ交換しましょう。他は特に、うん、まあこの衣装はちょっと欲しいけどね。あれサーバーから弾かれた、あーじゃあ呼ぶわ。待ってね、チーム衣装隊、クリメイターっていう新武器がある、なるほど。うん、あとはできることは演奏か。パンパン言ってるね、パンパン、うっせえなうっせえな。っていうか何しよっか、全然決めてないけど、なんかこのレベルでできることあるんかな。何やったらいいんやろね。新クエ、新クエあんの。あ、ナイトクラブの広告を読むとあるわ、メインストーリーに。これ行こうか、ナイトクラブ、ナイトクラブ、ちょっと待ってや、荷物整理します、荷物整理、あーしないとまずいねこれ。ちょっと待ってや、荷物整理しますよ。カジノとか行ける、あーそうなんや。どうしよっかな、パルス試合とかいらんねんな。全然覚えてないわ。ホワイトスプリングスにはレスポンダー滞在してる。あ、そうなん。BOS。カジノ。カジノ。カジノ気になるな。ちょっとこれはね、これはちょっと整理せんとあかんな、マジで。ちょっと待ってや、なんでこんなことなってるんや。メインに使ってた近接武器何やったっけ、何やったかな。フェイスブレイカーか、フェイスブレイカーが
ベースブレイカー、これか。ターゲ同じターゲットに連続して当てるとダメージがプラス 5%、 最大 45% まで累積。あ、これ強いね。でパワーアタックのダメージがついてて、でプラス1のストレングスっていう、これ強いよね。いや、あとハウちゃんのメイン武器がこれです。あ、これちゃうわ。ん、これやったっけ、強心者やったっけ。これか。50% スコーチに対するダメージ、 50%V ダメージプラス1のパーセプションに、 65% スコーチに対するダメージ。あ、これスコビ用です。お兄さん、壁に穴開いてますか。え、穴開いてる。あ、ほんまや、穴開いてるわ。ちょっと、あの、なんとか、なんとか、なんとかするわ。修理。これさ、まとめて修理できなかったっけ？まとめ修理どうやったっけ？スコフィーに対する悪意、殺意が強い。そう。ああ、ありがとう、ありがとう。これまとめて修理どうやったっけ？やり方忘れちゃった。はっ。はっ。まあまあ、いいか。キャンプセットさ、ああ、なるほど。でもね、キャンプセットね、キャンプセットあんまり触ったら、あ、いけるか。あ、コンクリート足りないわ。同じ悪夢ばっかり見る。お、ありがとう、沼地の地図買ってくれて助かります。待ってよ。朝一に嗅ぐ死体の匂いは最高。なんかいらんもんめっちゃ持ってるわ。改めてどうも、老兵です。老兵？あ、ほんまや。ボロボロや。じゃあちょっと、レジェンドを売りさばきに行くか。いや、キャップね、あ、キャップ9400。結構減ってるね。じゃあ、ちょっと売りに出しますかね。どんな味がするんでしょうね。売りに出しときます。ちょっといらないです。めっちゃラグい。ウエスタンリボルバー今いくらぐらい売れんのかな。2000ぐらい。あ、そうか、これができるようになったんか。お、便利。あー、ラグい。サプレッサーコンバットナイフ、これも2000で売れへんと思うけどな。まあ星3なんで運が良ければ。スイッチブレードも星3です。このキャンプにはもっと死体があるといい。よし、あとはちょっと待って、一回交換しに行こう。よいしょ、よいしょ、 OK。 あ、寄付箱、あ、そうか、メインキャラクターの方にはあんのか。
そうか、500までいけるんか今。うわ、翻訳されてない翻訳されてないもうバグが多すぎますね。アンターパワーフィスト、ディスタンバリン、はい。で、壊し屋ショートサブマシンガン、ディスタンバリン、ギターソード星3なんよな。まあでもいらんちゃいらんか。あとは陽動のロングオートグレラン、無傷のターゲットへのダメージが 100% 増加、 25% の武器速度、15% のリロ速、これまあまあ強いよね。これは置いときます。ボクシンググローブ、ボーンハンマーで、衛星兵のハイスピードミニガン、これバッツでばらまくとこうヒーラーになれるやつね。っていう装備でした、あおちゃん。あとは、うわ重た、カメレオンレイダーパワーライトアーム、なんじゃこりゃ、なんかいろいろおかしない。なんでこんなことなってんの。このマーク何？あ、セット装備？何これ、そんなんあんの？ミュータンツエクスキャ、エクスカベーターね。ちょっと待って、どうなってたっけ。こんばんは、転職後のオフィスはどうでした。あ、よっちゃんいらっしゃい。オフィスはまあ綺麗ですよ。ハウちゃん含めてまあ1,2,3,4,5,6 人しかいないけど、でそのうちの5人が今日ハウちゃんを見捨てて甲子園に遊びに行った3時ぐらいにそっから2時間放置プレイっていう。いや、時代は変わったんよねって。うわ、なんじゃこりゃ、全然翻訳されてないし、これなにこれまあええわ。でセットボーナス付き、すごい気になるな。でもな、めちゃめちゃ見づらいなこれ。ヘビーレザーアーマー左足、めっちゃチカチカしてる。気が向いたらオフィスの近く行けますね、気が向いたら。ああ、いやでもよっちゃん多分大阪堂島じゃないよ堂島じゃないよ。まあオフィス街はオフィス街やけど、堂島ではない。暇なんで爆撃します。ちょっと行ってらっしゃい。この辺はもう売りさばきます。これもいらんわ、これもいらんし。これもいらんし、これもいらん。あ、だいぶ辛くなった。うん、そうだね、だいぶ辛くなったね。
でも保管庫の中が結構いっぱいだね。北新地付近でしたね。純駆動、あ、それはあの、それはね、それはあの、それは実はあの、なんだろう、一応担当のオフィスなんですよね。だからそのなんて言ったらいいんかな、そこじゃないんですよ、実際働いてるところ。まあたまに行くけどね、あの大阪の堂島オフィス、あのアバンザ。はーちゃんフィールドエンジニアなんで、あの半導体のエンジニアから IT 系のフィールドエンジニアに転向しましたんで。あ、そうそう、ナイトクラブ行こっか。ホールアートのドラマが見れないのも全部ホールアートが悪いんだ。ハウちゃん見れたよ、半分だけだけど。場所どこだ。うわ、暴れてる。怖っ。風情がないんだから。あ、っていうかね、ちょっと待って、弾がない。多分ね、おそらくフィクサーが一番弾あるね。2700発よいしょ。フィクサーいきます。でご飯食べます。ご飯が、あ、腐ってる。で、あと水でいいかな。よいしょ。ふっ、あれ、綺麗な水。芸術は爆発だ。あれ、もしかしてあの、あれかな、マイク入ってるな、ハウちゃん。あ、いっか。お、落ちてくる。市民の皆様、まもなく核攻撃が開始されます。あ、行こっか。スコビだわ、スコビ。久しぶりのスコビだ。ご協力に感謝します。んで、メインストーリーの場所どこや。どれや。ちょっと待ってな、方角こっち、こっちで、なるほど、ホワイトスプリングスか。後で行くわ。じゃあちょっとファストラ、ファストラしましょう。諸事情で動けないんですよ。え？なんで？動けないとは一体。重量制限？鉄36個抱えてる。保管庫はよ。入れれたら苦労はしない。マジかよ。あ、間違った。さすがにさ、ファストラできないとつらいよ。
じゃあちょっと行ってきます。弾作って水商売してた鉛が先に尽きた。まあ、よくあるあるですね。うん、ちょっとスコブ1点へ。いや、誰かのキャンプがあるわ。すげえ、うわ、お邪魔しまーす。お、どーん、スコビ開いた。あ、めっちゃ狙いやすいここ。ここありがたいね。虎の子の所持重量ブースターをバファウト、バファウト。このキャンプすごいありがたい。だだだだだ、死ぬ死ぬ死ぬ。下にめっちゃザコいるけどね。え、どこにいて。おーおお。まあさすがにキャンプの上には降りないな。さすがに近すぎたね。ちょっと待って、放射能がやばい。いやー、なんやねん、もうが悪すぎる。おら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 、
雑魚多すぎる。寄ってくんな。おお、重いんじゃミサイル。重いんじゃミサイル。まあミサイルは重たいもんよね。ちょっとマジ痛いからさ、上上がっていい。あ、くそ。ひぃ。大変やなこれ。ちょっと遮蔽物に使わせてもらおう。いろんなものがいっぱい飛んでくる。誰やねん空爆してんの。まだおるんかい。はい。うわめっ あそこから空爆してんの。よし。ふう。ああ、いいですね。うん、やっぱ美味しいね。よし。お荷物チェック。クローキング T65。 クロークのレジェンダリーモジュールついてる、T65。 あとオーバーシア T45。 T65 のあとは？あとはね、あとは変わったものは、変わったものはね、武器は出てなかったかな？レジェンダリーは。出てないね。はい、出てないですね。こんなもんかな。よし。あ、また荷物が重たい。じゃあちょっと戻ります。これさ、なんか周囲のなんかドロップ品をまとめて取るみたいな、ここではなぜか出ないね。よし。
戻ります。戻るっていうかホワイトスプリングス行きます。ていうかあれか、ちょっと効果音を下げた方がいいかな、あまりにうるさすぎるな。ハウちゃんの声がかき消されるわ。はあ、なんかね、お仕事、あなたのなんだろう、おし、あれ？クリティカルエラーです。ハウちゃんの、ハウちゃんのあの、まあ、ハウちゃん社会人なんだけど、あの、ハウちゃんのお仕事は何ですかって聞かれたときに、すごく困るよね。説明が。難しいんですよ。まあ、簡単に言うとね、IT 系のフィールドエンジニア。あ、ヤスさんいらっしゃい。IT 系のフィールドエンジニアなんだけど、IT 系ってさ、みんな、まあ言うけどさ、結構幅広いんですよ、IT 系って。ね、あの、まあ IT の、あの、業界の人は多分分かってると思うけど、ソフトウェア系とハードウェア系があって、ね、ありますよね。プログラマーなのか、あの、はたまた、ね、その、外装っていうか、なんだろう。うん。まあ、いろんな、結構幅広いんですよ、IT って。で、ハウちゃんがやってるのは、プラント？わかる？プラントに、まあ、工場。プラントの工場に、その、プラントの工場を IoT 化するお仕事です。あの、つまり、アナログ的なその工場あるじゃないですか。昔ながらの、あの、紙で、作業手順書書いて、その作業の、あの、やった内容を紙にまとめるみたいな。それを全部、あの、Wi-Fi とか、なんだろう、LAN とか、あと、うん、そういったものを使って、もう自動化ですね、要は。あの、アナログな工場を自動化するお仕事です。うん。で、うちに頼むと結構高いんですよ。そう。だから、結構大手の企業さんしかあんま頼まないですね。そう、あの、ま、あの、町工場とかってお金あんまないんですよ。そう、だから自動化できないのがそこにあってね、そういうことですよ。だから結構暇なんですよ割と、うん、あの、営業が頑張ってこうアポ取ってくるんですけど、実際その、あの、俺らやってるのは、あの、提案とか、なんだろう、金額の提示とかなんで、それ金額聞いた瞬間に、あ、じゃあやめますってなるんですよ。向こうは。高すぎて。あ、そう。そう、企画提案、あの、なんだろう、あの、困ってる、そうそう、困ってることをこうすればいいんじゃないのっていう提案するお仕事なんですけど、でもね、それ聞いた瞬間に引いていくんですよ。たっかってマジかって。ご機嫌よ。いえ、私もご機嫌でしたよ。マナーの悪い方々がホワイトスプリングを呼ぶ。ナイトクラブの広告、あ、これか、これね。アトミックファン、カクテル、ミュージック、ナイトクラブのオープニングに参加する。え、こんなんあんの。え、ここアパラチアにあるローズルームというナイトクラブのグランドオープニングを宣伝するポスターを読んだ。はい、クエスト開始しました。オプチュニティノッキング。え、これ場所どこ。場所どこや。こっちの方角ですね。あ、ちょっと待って、これは
マップ表示、あ、ここか、ローズルーム、なるほど、ちょっと行ってきます。ローズルーム行きます。そう、そういうお仕事なんで、なかなかね、こう人に説明しにくいんですよ。あの、幅広いんで、あの、だからそう、設計とか開発も含みますし、もちろん軽装も含みますし、その FA っていうか、あ、なんだろう、 LA とか、まあ、FA 機器、 LA 機器、あの、あと保守、わかる、あの、アフターサービス、あそこまでやってるから結構幅広いんですけど、なんせ暇仕事が来ないからあの、高いんですよ本当に。でも1個受けて、それがあの、まあハウちゃん取り付けてとかやって、まあ運千万とかうん、そう、1個でかいんでそう、なかなかね、しぶりおるんですよね。先にやっとくわ、忘れぬうちに。あのね、効果音がうるさすぎる。効果音マックスになってますもんね。よし、これちょっと下げます。こんなもんでいいでしょ。ちょっと打ってみますね。あ、もうこれでもうるさいけどね。まあまあまあ、こんなもんか。NPC は起き上がってます。え？
どうせ妻がまたパーティーを開いてるんだろう。一度でも、まあ、あ、ごめん、地下やったわ。ごめんごめん。え、地下はね、ここ。おう。76はオンラインですよ。おい、なかなかいい声じゃねえか。もっと聞いてたいところだが、寝ちまいそうだよ。なんですって？誰に向かって口を聞いてるのかしら。やめないよ、コニー。すごいな、すごいボーカルや。何が悪い？気取ったジャズなんて眠いだけだ。そう、あんたみたいな連中がこの世界を生き延びるためにどんな屈辱を味わってきたかは知らないけどね。最近のボーカル強いんやな。拾ってきたんだ、正々堂々とね。あんたは現実を分かってない。ウェイストランドには戦前の洒落たナイトクラブなんかお門違いなんだ。ここから出て行って、早く出て行け。クソったるが、言われなくても出てってやる。そうだね、あんたどうせ歌も下手だしさ。あ、今いまし。これはお見苦しいところを。ようこそローズルームへ。誰が喋ってるのこれ。あ、ジントニックお願いします。君もな、母に代わって謝罪するよ。ここに人を呼ぶのは大変でね、母さんが怖がらせちゃうから。正直、あ、あれ母さんやってん。予想以上だ。おかんかい。いいことだ。でもみんな友好的だといいけど。何頼む？いや、だからジントニックで、ボンベーサファイアでお願いします。スペシャルお願いします。それだとビールかな。誰も手をつけてない。5キャップでリストが100ぐらい溜まってる上、在庫管理とかもあってさ。すまない、客に愚痴を言うなんて。今のは忘れて、歌とドリンクを楽しんでくれ。で、ご要望は？そっちこそ助けを必要としているようだな。ああ、まあ確かにそうだな。母さんは今夜はトラブルが起きないと見越してた。でも観客を見る限り、どうだろうな、かなり疑わしい。もし気が向いたらちょっと見張っててくれないか。見張る？状況によってはいざこざを仲裁してくれないかな。ああ、でも母さんが驚かないよう、なるべく目立たないようにしてほしい。わかった、オートグレランやな。カリスマ4位。あー、カリスマ4、え、カリスマ4なかったっけ。あー、ハオちゃんカリスマね、ないわ。もちろん。あー、でもこれカリスマ4やったら、たちょっとね、キャップ上乗せできたんですけどね。はい、じゃあやります。本当にやってくれる？早速観客席に座っててくれ。何も起こらなければ他の客と同じようにショーを楽しめばいい。そうあってほしいけど、備えあれば憂いなしだ。協力してくれてありがとう。本当に感謝してる、うん、はい。オートグレランを準備します。何にする？よし、備えあれば嬉しいな。どうも皆さん、なんだか騒がしいけど、とにかく長い一日の疲れを癒すには洒落た音楽が一番。ゆっくりお楽しみください。え、一人？たく、聞いてられねえな。ちょっと盛り上げてやろうぜ。くしょっさり全員かやめ。うそやろ。ちょ俺の人は取れないんだぜ。おら、一体何が起きてるの？簡単なことも守れないんだ。え？
終わったぞ終わったぞ何が終わったかは全然わからなかった。誰と話すって、生き残った攻撃者を問いただす。生き残った攻撃者って誰や。ヴィンチェンツォ、なぜ私のお客さんが死んでるの。この男に聞いたらどうだい。何か置き忘れてきた。どこでしくじったの。え、誰が生き残ってるか全然わからんねんけど。時間がもったいない。マジでありえねえ。ああ、こいつか俺の合図でってのがどういう意味だか言ってみろ。いつでも好きな時にか。他のプレイヤーに襲撃された。いや、あの普通 NPC に襲撃されたと思いますけど、なんかもうよくわからなかった指示。市民の皆様、まもなく核攻撃が開始されます。至急避難してください。ラゼレムにようこそ。ご協力に感謝します。またあそこ。あ、またここや。あ、ちょっとあの2分後ぐらい行きます。マジでありえねえ。指示に従わなかったことがクルーにとって望ましくない結果につながったのか。あなたはここにいる全員を殺そうとしたのは知ってるが同情する。同情するよ。ふざけんじゃねえ。グレラン打ち込んだから。こんな単純な計画にここまで手こずるとは。単純な指示だったろう。ルッソ家が部屋に全員揃う。ふざけた不幸から解放されて、むしろ誰の回しもんだそんなに気になるか。ああ、早く答えろ。ところにあんたを送り込むなんて時間の無駄だったわね。ちょっとあの俺もあいつらに同じ。核ミサイル降ってくるから早く早くして。俺を排除したかったんじゃねえかな。なぜ、今すぐくたばれ。優しい言葉をありがとうよ。まるでお袋と一緒に家にいる。まあ、ただの悪い情報。あ、死んだ。奴らの好きにはさせないわ。そもそも奴らが誰なのか知らない。偉そうに言わないでちょうだい。今わかってるのは市役所の。こいつらの話終わったらすぐ出ます。恨んでるってこと。まずあんたが僕や町のことを何も知らないということから。おい、アビー大丈夫か。アビーの様子を見る。こいつがアビーか。眩しい。あっち行って。あいつらは知ってる。痕跡は消したはずなのに。あいつらは戻ってくる。何を言ってるんだ。震えてるわ。まさかデビルをやったんじゃないでしょうね。デビル。くそ。そうだ。あ、悪魔の踊った。どういう意味。アトランティックシティに住む上流階級の人たちは特別な飲み物を飲めるのよ。そう、デビルズブラッドをね。そうなんや。今それを言うのか。全部あんたのせいだ。本当にそう思ってるの。もう喧嘩してる場合ちゃうぞ。私が家族のために取れない。ビンと話す。いや、ちょっと待って、あかん。あのハウちゃんも行きます。また後で行きます。ちょっとマジで核ミサイル降ってくるから早めに。もう多分降ってんじゃないかな。早く行かないと終わってしまうんでね。スコビー、あー、しまった。直接マップから飛べばよかった。ね、あー、降ってますね。ちょっと待って。くそ、重なりすぎ、飛べへん。あ、ごめん、ヘルキャットサイン飛んだわ。よいしょ。綺麗なもんだな、核の炎っていうのは。さっき見たからね。落ちた瞬間は。で、スコビア来てる？来てるよね。あ、来てるね。おい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 、ネジが何本か抜けた。
あ、死ぬ死ぬ、やばい。雑魚がマジで周りなんとかして、ちょリード取ってけ。どこやねマジで。痛い。よし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 。なかなかの火力ですね、やっぱり。ハウちゃん、こうこれあのスコビ用なんで、このガトリングガトブラガトリンガトリングプラズマ、もう完全にスコビ用です。スコビ用っていうかスコーチ用なんで、 このスコーチ名前書いてるやつは全部対応してます。リロード遅っ。ちょっともうリロードキャンセル。おりゃ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 、一体ヘルキャットさん、砲弾が重たいからハウちゃんはもう完全にやめてます。それプラズマコアにします。うわー、ガトブラ壊れた。ちょっと待って、ガトブラ壊れました。でも終わったんで、待ってよ。あ、違う、だいだい、死ぬ。寄ってくんじゃない、マジで。修理キット使います。OK。 めっちゃいますね、ほんまに。いや、めっちゃ入ってくる。待ってや、どこやったっけ、スコビ。こいつか、クイーン。オッケー。スコビのクイーンだけでもうちょっとお腹いっぱいなんで。マジ、周囲の死体を拾うっていうのないからね。辛いな。この人のお家にお邪魔させてもらおう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
で、今回は T45 あー武器が手に入らんな。武器ないっすね。ね、そうなかなか手に入らないよねやっぱ。よし。じゃあちょっと放射能を直せ。直せるか？こんだけいいキャンプやから放射能を直すものぐらいありそうやけど。ああ意外とないな。あええか。大丈夫です、私があなたの面倒を見てあげます。ラッターウェイが意外とないな。えちょっと待って、いやブライトいなかった。星2つ。もうちょい。オッケー。倒した。いて。誤射誤射。コーチ恨みが合いすぎやろほんまに。ハウちゃんはオッケーオッケー。で、あそやレベルなー、子供にはトラウマにならない思い出を与えること。ヘビーガンのリロードが 20% 速くなる。ああ欲しいな。ストレングスか。ストレングスなダメージ耐性、ダメージ耐性を剥がすか。リロード 20% 速くなるのはいいな。これ欲しいな。欲しいな。ちょっとでもランク1なんでちょっと置いとくか。カードってさ、カードって余ってるカードってどういう使い方するんやったっけ。なんか分解したらポイントになったっけ。これパークコインでレジェンダリーパークを取るせんな。そうやんな。
そうですよね。そうですよね。これさ、解体さ、なんていうの、ランク上げてから解体した方がコスト高い？そんなことない？関係ないか。ロックピックだから、ロックピック関係はもういらないんですよね。あのレジェンダリーパークでこれ取ってるんで、自動でターミナルと鍵をハッキングするやつ、ハッキングとピッキング、これ星3取ってるんで、あ、じゃあスキルプラス3取ってるんで、これいらないですよね、もう。このロックピック関係。攻撃が昆虫のアーマーを 25% 無視、これもいらん。で、ストロングバッグ欲しいけどつけるとこないんよね、やっぱり。これはちょっと置いとこう。で、ミスティックパワー、あー、今何つけてたっけ。アルコール摂取しても中毒にならないで、水中呼吸、あ、なるほど。で、あとは火炎放射で、火炎、あなたの火炎武器で体力回復せやな。あ、そうか、それ、そうか、そのパーク持ってたんや。だから火炎放射確か持ってたんですよ。どれやったっけ、火炎放射、 ありますよね。そう、これね、ターゲットに攻撃が当たると体力2秒間 2% 回復するっていう。そう、これ、そうなんですよ、これね、これなかなかいいんですよ。2秒間 2% 回復プラス、このパークつけてるんで結構回復するはずです。あ、そうか、水中呼吸、あ、これはそうか、ヘルキャットさんがつけてくれてんのか。あ、ハウちゃんは外してるんですね、わざと、多分いらないと思ったんで。まあでも水中呼吸ね、別にコスト1なんで、なんか外してもいいんですよ、別に。もし外すとするならば、このカンドゥとかかな。うん、別にいらないですよね。うん、パワーアーマー装備時はヘビーガンの命中率でより多く上昇、目標のアーマーの 45% を無視。あー、パワーアーマーつけた方がいいんかな、これつけてるんやったら。なかったらこれ外してもいいっすね。そうやな、外してもいいな、これ。これ外して、エンデューナさん、せやな。ちょっとまた考えますか。カリスマ、あ、カリスマ上げてもいいな。カリスマさん上げてもいいかもしれん。ほんまや、カリスマさんあげるべきや。え、なんでこれつけたんやろ。え、なんでや。ハウちゃん、これつけてないっすね。ベンダーとのバイバイ。
の価格が高くなるやつ。マジか。本人が知らんなら誰も知らん。なんでやろうね。これ外してる理由がわからんね。いやー、ちょっと待って。もうすごい言ってほしいね。ちょっと、パンチか。あー、ちょっと待って。自分のキャンプ帰ります、一回。これダメだ。こんなとこいつまでもいるべきじゃないわ。欲しいね。正直に答えて、ジャンクのせいで私は入ってた。ちょっとプロテクドローン頑張れよ。いやもう、タンバリン持ってるの可愛い。キャンプ帰ります。ちょっとパンチカードで何やったっけ、インテリちょっと下げてカリスマ上げます。うん、パワーアーマーをつけるね、タイミングがね、あんまタオちゃん少ないんで、おそらく。あんまり頼ってないんですよ、パワーアーマーに。ていうかね、パワーアーマー着るとね、重量が下がるんですよ。実は、ハウちゃんの場合。そういう、なんか、あるんですよ。あ、シンさんこんばんは。略奪、趣味ですね。パンチカード。あ、ちょっと待って、その前に、ちょっと露天風呂入ろう。あ、ヘルキャットさんがもう入ってる。裸で。よいしょ。見たな。いやピカーン。いやー、なかなかね、そう、またね、このキャンプ作り直そうかなと思うんですけど。なんつうミラクル。キャンプ作り直そうかなと思うんですけどね、やる時間がなくて。よいしょ。まあちょっとゆっくりしといてくれ。ディラリン。よし。このキャンプの実は、屋上にあの地下シェルターあります。ちょっとよくわかんない仕様になってます。男の裸を照らすんじゃない。見たな。ハウちゃんの寝室を。
あそこ一回分解しよう。分解はなかったっす。でパンチカードですね。あそうか、先に先あれかカード外さなあかんわ。カード外してそうですね、これでスペシャル編集でインテリあれちょっと待って今どういう状態ん？あ、もともと、あ、そうか、12なんや。だから今9ですね。あ、ちょっと待って。うん、後で行くわ、それ。ちょっと待ってやん。だから9に減らして、カリスマを3上げます。これでさっきの、ベンダーつけれます。自販機とのやり取りが、うん、効率よくなる。これつけると。で、これ、この状態で、ちょっと、せっかくなんで自販機行こう。よいしょ。で、自販機で、基本的に売りたいものは、あれなんですよ、薬品関係なんですよね。売れないんですよ、あんまり。あのメンタスとか あと水ですね。水もねこんなにいらないんで。弾薬や50薬や人を刺す尖ったやつが欲しいですか。ここにいいもの。あとレジェンダリー交換。はいはいはい、OK。 じゃあヘルキャットさんのキャンプ見に行こうか。ヘルキャットキャンプはこれか。ああ綺麗ね。綺麗な赤色のキノコ雲です。あーちょっとロードされてない。これ危険なんですよ。あのねこれねあの近寄るとねハウちゃん巻き込まれるんで。うん、あの床下からこんにちはするんで。なんと汚らしい。スーパーミュータントを駆除。マイアラークスチーマー、うわすごいな。いぶしたマイアラークの切り身、ああ美味しそう。燻製ガニ、カニの燻製やって。ちょっと1個いただきます。食べよう。ちょっとお腹空いてるんで。100回どうぞ。いやーどん中のやつ生きてるんだよなこれ。うわかわいそう。踊り燻製踊り燻製してる。どれや。いぶしたマイヤラークの切り身、1時間30分水中呼吸ができる。なんですごいな。マジか。はい食べます。あ、美味しいです。で、ちょっと、喉も渇いてるんで、水。エルダー・マクソンがあなたのキャンプを見たら一体どう思うでしょうね。ラッドアウェイを毎日摂取すれば変異。ちょっと自販機見ます。ニャンさんいらっしゃい。自販機は、あ、45口径めっちゃ。売ってるね。なるほど。あーでもハウちゃんもねこれ2500発持ってんすよね。
ただ10ミリは10ミリもまあまあ持ってますね。そうあのね 5.56 あったら買おうと思ってたんですよね。ごめんごめん。そう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  5.56 610発なんでちょっと買い足そうかなと思ってたんですけど、あこの設計図もらうわ。 5.56 は俺が使った。ああせやんなやっぱりそうですよね。あプラズマコアももらっときます。うん、ハオちゃんこれ使ってるから OKOK。 であのブライトに苦しんでるって言ってる。あの病気治すやつ。病気どれや。あしまった、さっきベンダーでこの辺の薬品売るの忘れてた。病気はねボブルヘッド、病気はどれやったっけ。抗生、あーうわ少ない、抗生物質3個しかないやばい。ちょっと待ってや、ブライトってどんな、すべてのスペシャルマイナス1。あ11分、まあまあまあそれやったら。あレックスさんいらっしゃい、おーいはい、あこれ病気治せます。あそうなんや、これ病気治す効果あんねや、知らんかった。あこれ一家に一台欲しいね、作ろう。ぬかコーラキャンディ23、1個もらい、あー全部もらってもだ。ちょっと22個返します。私は怒っていません。やばい、やばい、やばい、返せない。すまん、自分もやってる76。あマジでレックスさん一緒にやる。今ハウちゃん112やで。あ綺麗、あのこのねこのフローリングいいね。うんこのフローリングいい、これ欲しい。ねこのフローリングいいっすね、これ綺麗綺麗。あー手作り感が、あーなかなか、おー極秘のドア開けたいわ。あ水もおらい、少しお待ちいただいたら、はい、ああいいよいいよ。ああそうパーティーメンバー募集出しとくか。この辺に。まあいいよ開けても、いや別にエクササイズバイク、あいい顔顔怖い顔怖い。モスマンイベやりました、いやまだやってないね。あのこの前始めたばっかりなんで、始めたっていうか再開したばっかりなんで、あんまりね手つけてないんですよ。姿になりたくないのだったら絶対に水を飲むようにしてください。次22時、あと25分か、それやるか。じゃあ石灰の山に行くときにはガスマスクを持たない。綺麗な流し台飲もう。流し台は綺麗けど出る水は汚いと。 OK、剥製ステーションの採掘士の作業だ。何これ。私が必要なら大声で呼べ。クラフト、え、あそうこれなるほど弾薬、あーそういう、治療詳しくありませんが、
弾薬作ってる感じではないけどな。採掘士の作業台か。え、この家は何階建てですか？これが1階？ 2 階？え、3階？あのドアが分からんけど。待ってよ。元気か？え、でも1、2、3、あ、4階？はい。あと少しだけ休んで次に取り掛かるとしよう。乗るんじゃない本命は最上階の。ああそうなくそ、ガラス割ろうと思ってたけど。うわ、厳重厳重。へえ。放射能除去を行って、なんじゃこりゃ。あ、すげえ。すげえすげえ。スイッチあるわ。切っとこう。嘘嘘。ミュータント別に魔法師ウェイストランドはどうなって。男の趣味とロマンを兼ね備えたマイルーム。おー、ハウちゃんの実家みたいや。ハウちゃんの実家、高校時代泊まってるからね。だいたいこんな感じ。ハウちゃんの部屋ちょっと危ないんで。ハウスは天候を制御するための実験だったって噂だ。あれが我々に何を教えたのか。なかなかいいっすね。ここで弾薬作ってるわけね。なるほど。ほえー、いいね。市民が核を発射するのを。あ、ありがとう。お邪魔しました。よいしょ。じゃあ、その、メインストーリーの続き、ちょっと行ってきます。あ、何これ。不気味なキャンディー、こんにちはしてる手が。いただきます。誰かが現在このキャンディーボールを使用します。あ、キャンディーボールからのトリックオアトリートには衣装の装備が必要です。あ、そうか、シェルターもあんのか。このキャンプの防衛マーカー、ハオちゃんシェルターの中あんま作り込んでないからね。そういえば、おお、車椅子。あ、ああ、あ、核ジェネレーターがある。おお。あ、すげえすげえ。核シェルターの割には食べ物とか一切ないけど、まあまあええか。何をするところなの？
あ、ガラスさんケーキありがとう。今回も投げ逃げのみにおいしくください。ご分はありがとうね。感謝です。え、シェルターの中にシェルターがあるぞ。何これ。あの、マトリョーシカみたいな。あ、こっちが本命の核シェルター。怖っ。ほー、あー、なるほど。あ、作り込んでんね。締め切られました。なるほど。へえ。すげえな。なるほど。これ作んのに相当時間かかるからな、こういうのってな。後ろを見るんじゃない。いや、配線どうなってんのかなってすごい気になったんで。あ、ハウちゃんね、あんまりスイッチそうそう、あんまりつけないタイプなんですよね、スイッチ。昔に知り合い閉じ込めてた名残で隔離施設になってしまった。あ、まあそんな感じだったな。よっしゃ、ちょっとメインストーリー行ってくるわ。あんな姿になりたくないのだったら絶対に綺麗な水を飲むように。よいしょ。もう今日ちょっと早めに寝たいな。11時ぐらいかな。あのね、あ、ちょっとごめんなさい。ちょっとお知らせです。X とブルースカイ、あと YouTube コミュニティの方にも書いたんですけど、配信時間、火曜日、木曜日の配信時間、20時。今日と同じ20時スタートに戻します。っていうのは、ハウちゃんが実は、結構ね、定時が早いんですよ、お仕事の。で、始まるのも早くて。だから、ちょっと、そうそうそう。あまりね、9時からスタートするとしんどいんで。で、もう、上司には、ハウちゃん、配信してるってことも、まあ、言ってはいないけど、ちょっと、仕様で時間が、ごめんなさい、残業できないですって。カーモクはどうしてもみたいなこと言ってますんで、はい、お墨付きです。素晴らしい上司で助かった。いやーね、実際入る前さ、
わからんね。なんか丸ボロっぽいな、こっち側。すごく寒い。まあいいや。とりあえず武器、ごめんなさい、さっきのフィクサーじゃなくて、フィクサーはまあいいんだ、フィクサーはまあよくて、他の武器でハンドメイド、どんなやったっけ。ハンドメイドがこれか、これがまあ AK ですね。 AK は AK も 300% 相談数プラスなんですよ。だから85発で、クリダメ 50%、 リロ速 15%、 うん、かなり強い。今のは何？うん、いいよねこれ。そう、ザ AK みたいな。クワッドハンド反動吸収オートハンドメイド、うん、そう、反動吸収もついてます。で、あとハンティングライフルですね。ギリ やつらが、ターゲットから与えられるダメージが 5秒間 25% 減少する。だから所定に与えたら、あの所定にダメージ加えると、その敵が 25% そう、あの火力が減っちゃうんですよ。いいっすよね。で、弾爆発ついてます。うん、武器ダメージ20。そう、あのこれ当たると弾が爆発します。で、あと 90% マイナスの重量で、アーマー貫通力 40% プラス暗視スコープですね。んで、こっちがレーザー武器ですね。これがツーショット、ツーショットで、振りだめ 50% プラス照準時の移動速度は 100% プラスで、腰ダメージの命中率が 100% でリコイル。すごく寒い。うん、あ、そうか、レーザーダメージプラス炎ダメージついてるわ。あ、そうやったっけ。で、あとフェイスブレイカー、これもう一回見ます。これだから連続してダメージ与えた時に、そうそう、もう火力です。うん、やつらが追ってくるわ。んで、これが火炎放射が、これ味方の回復にも使えます。そう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 、ターゲットに攻撃当たると体力回復する。あ、これ自分か。あ、そうそう、自分回復して、で、パークで、あの、なんだっけ、パーク、どれだっけ、今のは何、ね、パークでね、パークで、え、どれだったっけ、パークで味方回復してるよね、確か。フレンドリーファイヤー、これですね。うん、やつらが、そうそう、自分、だから、パークでは味方回復しかなくて、自分回復ってことはないんですよ。だからこれやと自分も回復するし味方も回復するっていう一石二鳥みたいな。うん、そう、この火炎放射器で、あのハウちゃんと味方両方回復できる。そうそうそう、これは大事ですね。まあやばい時に使えます。すごく。で、オートコンバットショットガン、これがターゲットの体力 40% 未満の時にダメージ 50% プラス、あ、追い込みかける時ですね。で、弾薬爆発します。で、パーセプションプラス、うん、ですね。まあまあいい感じに改造してたんですよね。で、サブマシンガンは、あ、そうそうそう、サブマシンガンが微妙なんですよ。これがね、これがまあ微妙、一番多分微妙じゃないかな。AP、非戦闘中 AP 消費が 50% 増えるっていう、これ、まあ、全くいらんのよね。で、照準中ダメージはまあいいんだけど、アジリティプラスもいいんだけど、この一番上が本当にいらないですよね。星1。今のは何？うん。これちょっと変えたいですね。で、タクティカルクロスボウ。ああ、だからこれで初手加えて、初手これにして、で、持ち替えて、スナイパーライフルにして、そっからまあ通常武器
みたいな方が多分いいですね。でオートグレラン、これが無傷のターゲットにダメージ 100% 増加。あ、だからこれ初手にっていうねまああの本当に強そうな時は これを初手にかけます。うん、でガトブラですね。ガトブラはもうスコーチ、もうスコーチです。プラス 50% スコーチ、プラス 65% スコーチだから合計 115% スコーチ、そうなってます。 V ダメージついてます。これは強い。でハイスピードミニガン、これでも回復できるんですよね、バッツで。これちなみにあの弾爆発ついてます。これもまあいいっすよね。5ミリ弾2200発持ってるぐらいかな。今のは何？まあでもだから意外と何でもできるみたいな。そうそうそう、意外と何でもできます。あんた誰？いろいろとすまない。トラブルが起きたのは想定内だ。ただこれほど深刻とは。手伝いに来たんだ。何が必要か言ってくれ。本当にありがたいよ。その母さんと話をしてきてほしい。まずいタイミングで怒らせた。奴らが追ってくるわ。今はアビーを助ける方法を見つけるのが最優先だ。カリスマ8今度。マジかよ。わかった、ありがとう。僕より君の方が適任だ。さっき6まで上げたのに。あれ母親は？あ？母親上やんね。え？どこや？あ、これか。オープニングナイトは失敗よ。私はお酒にゲームに音楽に他にもこのさびれた山が見たこともないような興奮と贅沢を提供してるのに、その対価は何？めっちゃひしやだらけの監修に正気を失った娘に可愛げのない息子よ。バカバカしい。もう何もかもめちゃくちゃだわ。ヒステリック BBA ですね。下に降りてアビーを助けろとビンが言ってた。はいはい。私はね、この20年間の人生で何か一つでも成功したって思えることが欲しいだけ。それって望みすぎ？はあ、はいはい、下に行って協力すればいいんでしょ。私の平穏な時間なんてどうでもいいのよね。行ったって何かできるわけじゃないのに。こいつなんやねん。寒い。わかった、下で会おう。一つだけお願いがある。上に行って夫のアントニオに状況を伝えてきて。理解で。え？アントニオ？状況が理解できてないって、こいつ何も見てないの？おい。何か置き忘れてきた。どこでしょ？あえて嬉しいよ。留守先のアジトへようこそ。あんたの娘はデビルズブラッドとかいうものの中毒になってるよ。デビルズブラッド？悪魔の血だと？そりゃ飲んでいいようなものには思えんな。あんたの娘の命が危うくなっている。わしの娘が？娘は素晴らしい子だ。え？飲み込みも早いし、忍耐強く、意志も強いえ、狂ってますけど。もう行きますわ。もう行くのか？親父は何も知らんの？この状況を。今のは何？ビン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 。え？インタラクト反応せえねんけど。なんで？戻ったか。ありがたい。考えたんだ。デビルズブラッドは中毒性が高く
危険な禁断症状が出る。命に関わることも、対応できる人間は遠く離れた場所にいる。ここの医師は一般的な薬品知識しかない、どっちみち医師は何もできないわ。ブラッドが必要よ。つまりデビルズブラッドが手に入るのはアトランティックシティだけなのか。そうだ、アトランティックシティに行くためにはベルチバードに乗るしかない。そうだ。なあ、避難所に何かいいつてはないか。レスポンダー再生仲がいいんだ。確かに。だったら君が頼みの綱だ。今から突拍子もないことを言う。君は僕たちのことをよく知らないし、ここまで見てきた限り僕たちに協力する理由もない。でも妹が深刻な状況だからこそ言う。アトランティックシティに飛んでデビルズブラッドを持ってきてほしい。デビルズブラッドを手に入れるのだって簡単じゃないのよ。突拍子もないって言ったろ。でも頼む、僕は本気で言ってる。家族の誰かがあそこに戻るなんて得策じゃないし、どこでしくじったの。僕たちみたいな新参者じゃフライトの交渉もできない。なるほど、やろう。本気で言ってるんだよな。はあ、君ならやり遂げられる。アビーを救ってほしい。何かあったらできるだけ早く知らせてくれ。どこでしくじったの。その間に僕ができることは何でもするから。ほー、なるほどね。再生コンバットアームもらいました。ちょっと待って、まあそんなことはどうでもいいわ。再生コンバットアーマー 0.5% 回復レート、の上と喉の渇きが 10% 遅くなって、近接攻撃されると 5% 確率で4秒間100のエネルギーダメージを返せるんか。なるほどね、確かにこれはありだな。36、36。ちょっと待ってよ、今装備してる胴体、体力下がるとエネルギー耐性とダメージ耐性を35引き上げる、25毒耐性、発見される確率が減少。これもいいけどな。76、25、全然違うな。防御値、いやーマジか。確かに多分コンバットアーマーやもんね、元が。これはね、オプションはむちゃくちゃいいんですけど、やっぱりつけてるやつの方がいいっすね。こっちは硬い上に、やっぱりそうね、オプションもまあまあいいからこれは外せないですね。何か置き忘れてきた。どこでしくじったの。はい、行きます。オーランドと話す。10時になりましたね。モスマンイベントな。いや、モスマンイベントも大事だけど、ちょっとね、このメインストーリーのメインストーリーすごい気になりますよね。メインストーリー気になりますよね。モスマイベントすぐ終わるんかな。ちょっと行ってみようか。これどういうイベントなんやろ。まああんまりね、行ったことがないんで、ちょっと見てみたい気がしますね。そこまで時間かからない。なるほど。どういうイベントでしょうね。
あうあう、うあう。おっと、ラグい。おほ。オッケー。なんか使えそうな武器ないかな。ミニガン。人気あるから重いんですよね。あー、なるほど。これ何すんの？ここで。これか。儀式の準備。あ、待って。それ、それぞれの薪の周囲の封印の鶴を破壊する。なるほど、終わった今。カルト教の預言者。預言者を倒す。預言者。彼らの存在は彼らの儀式を汚します。弱き炎の無駄から消さねばなりません。彼らを狩り、滅ぼし、町をその汚れたイコルで染め上げる。あいつか。お使いしました。 ありがとうございます。あ、ラジウムライフル欲しいです。ちょっと重たいけどね。よいしょ。光る瞳を探す。彼らは自分たち。カルト教の預言者あと4人おんねんな。あと3人。あと2人。どこだい？倒したね。あと1人。ESO のように見た目だけ変更することは可能ですか？見た目だけ変更する。子供たちよ、見た目だけ。の準備は整いました。滝にすべてに火が。見た目だけはね、見た目だけは変更できます。これね、わかる？アーマーとね、アパレル違うんですよ。わかります？これ服なんですよ、ハウちゃん着てんの。だからこれを例えば外すとこうなります。もともとアーマーだけやとこうなります。で、服着るとこうなります。そうで、アパレル、この服はいろんなところに落ちてますんで。いよいよです。落ちてたりとか買ったりとか。炎がガの塵に燃え移ります。で、あとバックパックも非表示にできる。ESO ってベセスダさんのゲームじゃないですか。ホールアウトもベセスダさんのゲームなんで、その辺は一緒です。子供たちよ。そうこの方の瞳を通じて世界を見るのです。どういうこと。炎と噴煙でその体を満たし、喉を浸しなさい。今こそ真実を知るのです。めっちゃ見づらいでしょこれ。ですが気をつけなさい。異端者の無知な輩はこの敷地に怒り狂うでしょう。我らが賢き者の真実は彼らを狂気へ誘うのです。どういうことこれ。哀れな悪鬼どもから我らの聖なる光たる敷地を守りなさい。炎の輝きなくしては賓客が招待に応えてくださらないかもしれません。あと10秒で始まります。無知な輩が教会に接近しています。討ち取りなさい。情けは無用です。やっておしまいなさい。どっから来んの。異端者が橋に近づいてる。どの方角や。
異端者どもは汚れた獣を連れ込んできます。終わったぞ。外見に騙されてはいけません。あ、違う。目に映る全てに死を与える。あ、見つけた。うわ、デスクロール俺。姿がどうであれ、人間であれ、獣であれ、無難な影は全て偽りの者たちのしもべなの。わお、わお、わお。あ、いいね、レベルアップ113。弾薬もったいないかもね、これ。ちょっとショットガン使う。うわー、もう見づらい。水辺の滝にへと向かっています。滝にを守りなさい。絶対見づらいよな、これ。 FPS だとそんなことないんですけどね、このヘッドライト。愚か者どもが四方から攻撃を仕掛けています。すべての滝にを守りなさい。異端者を見逃してはなりません。すごい防衛やな。ひゅ、あかんだやっぱり。ちょっと待ってや。アパレルでサイクスヘルメット外します。うん、やっぱりね、やっぱりあれですね、あのこのピップボーイのライトに頼らないといけないですね、これ。どっから攻めてきてんの？最終ウェーブあっちか。遠すぎるわ。あの ESO は、ま、剣と魔法、こっちは銃とアーマーです、完全に。よいしょ。感じますか、賢き者が近づいてきます。我らの合図をお待ちです。子供たちよ、急ぎなさい。私の元へ、美術館の屋上へ戻るのです。かのお方をお待ちして、我らの愛と感謝をお伝えしましょう。さあ、踊り、歌い、叫び、腹渡から胆液を吐き出すのです。患者を聞こえますか、賢き者よ、どうか我らの前にご降臨ください。どっから喋ってんの俺。子供たちよ、心の広がりを感じますか。知恵と洞察が高まるのを感じますか。この上、あのお方が降臨なされます。上はね、どうやって行くんやこれ。あ、終わった。すまんよ、我らの招きにお答えください。全然わからんかったけど終わった。あなたの知性に比べれば我らなど卑しき虫けらに過ぎません。来たれ子供たちよ、賢き者の眼差しをその身に受けるのです。無限の知恵の恩恵に良くするのです。はい、報酬はもらいましたね。ペーパーハニカム、緑のモスマン、設計図。設計図がね、たまりにたまってんすよね。お、ぬかコーラの箱の売店。あ、これはありやな。社交家の衣装。ちょっとごめん、もう一回キャンプに戻るわ。もしかしたらいろいろ作れるかも。あのね、ESO と違って一ついいところがあります。キャンプとか、無料なんで、
そう、あの家具とかもゲーム内マネーであのなんとかできるんで、そう結構ね、だから作り込めたりします。 ESO よりも。 ESO の建築って結構大変でしょ。割とねホールアウトはね建築があのそう優しいっていうか、意外とねいろいろできたりします。そうそう、レシピ、あのなんていうの、レシピさえあれば簡単に作れるんで、ぬかコーラの、あ、これか。これ、え？あー、これ売店ちょっと待ってよ。あ、こういう、あ、なるほどな。こういうことか。お家破壊されたりしませんか？あ、します。なのでなるべくこの防衛装置、ミサイルタレットとか配置します。でそれでも壊されたら修理します。コンクリートとか使って、うん、あの壁穴開いたりするからうん、つど修理します。でもそう、意外とね ESO よりもクラフトはほんと好き。あの建築結構楽しいんですよ。時間かかるけど、そう自分のやりたいようにできるからね。同じ悪夢ばっかり見る。永久に宇宙空間を漂うよ。でもどうして。そうで、階段とかつけて、ドア、タレットはね、まあいろんな種類あるけど、ハウちゃんはこのミサイルタレット好きだな。割とコスト安いんですよ、これ。コスト安くて強い。うん。そう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 、便利で、一番このゲームの何が建築難しいっていうのは、あれなんですよ、あの ESO にはないけど電気なんですよ。電気、そう ESO ってさ電気ないじゃん、あのゲームじゃなくてホールアウトは電気あるから、配線がめちゃめちゃめんどくさいんですよ。わかるこの電線ワイヤー引っ張ってきて、これがめんどくさい。一番そう、あの家の中のね、家の中の電気どうしようってなるんですよ。なかなか配線がねうまくこう通せ、そうそう通せたらいいんやけど、ここ無理やり通します。窓から、そうこの窓、あのそうこっから通してますとかね。でハウちゃんはスイッチあんま嫌いなんで、まあ、嫌いっていうか、うん嫌いなんで、そうあんまりねスイッチを多用してないんですよ。だから電線をいっぱい、なるべく目立たないようにしてます。でもまあ目立ってるけど。でね、なんでこのワイヤー2本とかしてるかっていうと、あのね例えばでいくと、ここの壁破壊されちゃうと、あのワイヤー2本失うんですよ。だからタレットが動かなくなるんですよ。でタレットに3本目のワイヤーをかませてとか、そういうことしてます。そうそう、1本だけワイヤー結ぶと保険が効かないんですよ。うんっていうねでなるべくこう目立たないように隠してます。このジェネレーターとか、このジェネレーター使ってあの電気生み出します。これは核融合ですね。飲みたいです、あのぬかサインを。そうそうそう、最高に、はい、になるそうです。で、あのこのゲーム一番照明が、あ、ここなんかついてないね。
なんでや、なんでや。え、ここなんで、なんで電気が、あれ電気通ってないね、これ丸見えだけど大丈夫ですか。まあ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 、まあまあ、なんだろう、オープンテラスみたいな、そんな感じしてるんで、一応吹きさらしみたいな。あ、大丈夫です。ちゃんとね、プライベートルームは守ってるんで、うん、空いてるけど。そう、ここ寝室なんで泣けなしの寝室なんで。で、あとは暖炉、カバの置物、カバじゃない、これあれか、バラモンの置物ですね、ぬいぐるみで。あとはダゲールNPC いますね。で、冷蔵庫あるんですよ、このゲーム。冷蔵庫、このね、冷蔵庫が結構大事なんですよ。食料と飲料の腐敗速度 50% 低減するんですよ。自分の荷物として持ってると食料だんだん腐っていくんですけど、これね、50% 低減します、冷蔵庫で保存すると、うん、結構そういうなんかリアリティのある要素もあります。うん、まあ、このゲームちょっと初めての方に説明しますよ。うん、ただね、今始めるん、もしホールアウトやったことな、全くやったことなくて、もし今からホールアウトやりたいぞって、まあちょっと一人でね、まずはやってみたいっていう時は、おすすめはホールアウト4です。うん、ホールアウト4になられて、じゃあオンラインやってみたいってなった時にホールアウト76おすすめします。うん、ホールアウト4から始めるのが一番、ホールアウトの世界が分かりやすい。で、ホールアウト4とホールアウト76はほぼほぼ一緒のシステムです。うん。だね。だから、ホールアウト4が、オフラインなんですよ、オフライン。で、76はオンライン。そろそろジェットをもらわない。これ放射能除去ですね。が飛んでしまいます。よいしょ。はい、暖炉2個あるんですけど、これ2個もいらないですよね。自分は前シーズン終わりに復帰したせいです。あ、そうなんや。ハウちゃんね、ハウちゃんは昔実はね、これホールアウト76フリープレイ来てたんですよ。フリープレイ、一時期。その時にみんな結構ね、やり始めたよね。うん。そうそう。で、ハオちゃんが一番やってた時期が、緊急事態宣言の時です。うん。緊急事態宣言の1ヶ月はずっとこれやってました。あ、レックさん来た。オッケーオッケー。いい。レベル25から頑張って上げましたよ。おいいですね。めっちゃ放射能あるよ、除去装置あるよ。あ、変異してるかな。変異してたらね、わざとこう放射能浴びてね。こっちでも急速ボーナスつきます。初見さんいらっしゃい。 BDF さん赤トンボいらっしゃい。クイシーってね。はーい。今、プライムビデオ、アマゾンプライムビデオで今日からホールアウトの映画化されてますんで、まあ多分ね、ホールアウトすごくね、また需要が上がってくると思いまして、今76プレイしてますけど。お、デュエットする？
パシャリ。にはもっと死体があるといい。もうちょっと弾きたいね。ああ、これ以上弾けない。はい。1話だけ見た。ハウちゃんね、まだ半分しか見てない。うん。あれでも、あれでも、ホールアウトしてましたよね、ちゃんと。あのドラマ。あれ、よかったね。ちゃんとホールアウトでしたね。ウイスキーでしょうか。ありがとう。で、あとは、ベンチプレスか、もしくは、このパンチングマシーンで筋力を鍛えます。一定時間やってたらバフつくんでね。これバフついたっけ。あ、あのなかなかのカップ数ですね。あ、これ素早さか、アジリティ増加。私にも趣味はたくさん。でこっちがストレングスですね。殺人あと略奪は。ああ、なかなかいい角度切れてるね。ありがとう。あ、ちょっと待って、設計図これ、追加するわ。リスナーさん言ってくれたら、これ欲しいアイテム全部無料で出すよ。うん。言ってくれたらいいよ。もう全部適当に投げます。ティムバックですか。見つけるなら最高がよかった。ラグイ。で、あとはアーマーです。アーマーじゃない、服ですね。服ね、これ確か作れるっすよね。どれやったっけ。服装。これで、まあ、いろいろあるんですけど、マンタマンのサイドキック、ダサそう。スティムバックですか。見つけるなら最高が良かった。あ、これ。これさっきもらったやつですよね。これ作ってみようか。え、布とオイルが必要な。オイル何使うのこれ。分からんけど、はい、1個作りました。何これ、土木技師アーマー。何これ。お、同じ悪夢ばっかり見る。ほう、永久の宇宙空間を漂うの。でもどうして。いや、でもあんまり欲しくないよ。ヘッドウェア。怪しいもんばっかりや。裏面なかなかパンチ効いてんなこれ。完全に頭おかしい。土木技師は新しく追加された。あ、そうなんや。作ってみようか一回。はい、作りました。あとアンダーアーマー、ごめんアンダーアーマーは、あ、これジャンプスーツ、これドラマのやつね。ボルト33の。マンタマンアンダーアーマー、ごつダサい。水によって運ばれる有害物質。あー、マリンウェイ1個作ってみるか。もしかしたらもしかするかも。アンダ
アンダーアーマー。たまにこのキャンプ燃やせたらな。なるほど、下に切んのか。なるほどね、つけとこか。じゃあ同じ悪夢ばっかり見る。あ、なるほど。で、土木騎士これ、あーでもやっぱダメですね。こうなるな。はい、 OK。 ちょっとタイミング合わせて写真撮るわ。せーの。もう一回。せー、もう一回は、もう一回よ、もう一回よ。せーの。酒でも、じゃあ、あなたとやってくる気がしません。はい。よし、オッケー。社交家の衣装。どう？どんな感じ？見えねえ。ちょ待って。ちゃんともう見づらい。あ、これかわいい。ヘルメットは飾りですけど、他5部位を揃えるとセット効果。あ、これいいね。あ、っていうかさ、ピップボーイ投下させる方法あったっけ。なんかそんなあったっけな。ピップボーイの投下ってあったっけ。なんかあったような気がするけど忘れたな。ありましたっけ、ピップボーイの、表示をなくす。同じ悪夢ばっかり見る。どこやったかな。ピップボーイは、あれ、ピップボーイはね、ピップボーイなかったっけ。私にも趣味はたくさんあります。略奪、殺人。うわ、ラグい。略奪、これ改造で、あー、なかったかな。あれ、俺昔なんでピップボーイを投下してたんやったっけ。あ、そうか、モッドか。そや、ごめんなさい、忘れてください。あの、フォールアウト3や、フォールアウト3でパソコン版持ってて、モッドでピップボーイ消しました。飲みたいです、あのヌカシャイン。まあでもこの最高にタイになるそう。このリュックは可愛いんで、ちょっと表示はなしにします。あ、表示ありにします。逆に、あとはあとは別にいいか。同じ悪夢ばっかりめっちゃ焼かれてる。じゃあちょっとメインクエスト行く前にちょっと買いたいやな。私とローズは赤い糸で結ばれているんです。もういらんわ。あ、そうか、こっち装備してなんか、マリンウェットスーツじゃなくて。あー、なるほど。これね、アーマー上がるんですよ。アーマー値。そうそう、これ装備してなんですね。パーセプションも上がるしね。そう、これつけてたんで、めっちゃ防御高いんですよ。こうすると、物理防御266なんですけど、こっち284になるんで。
で、あとあの重量総重量315っていう化け物ですよね。あのパワーアーマー切ると下がります。よいしょ。ちょっとレジェンダリーを交換します。あ、初見オバンドス、ムキムキクイナさんいらっしゃい。ミュータントボクシンググローブと再生コンバットアーマーいる人いるかな、これもしかしたら、もしかするからちょっと売ろうか。もしかすると買ってくれるかも。このゲーム1個ちょっと不満点があって、まあ1個どころじゃないけど不満点があって、自販機さ、これなんでさね、サーバー共通とかならないんだろうね。ここにいる人しか買えないんですよ。このサーバーにいる人しか買えないんですよ。だから24人ですね。少々用で売れると思います。ああ、うん、そうやね。だから、売ります。ちょっと待ってな。これもろうか。これも、あ、1000円でいいわ。分け前がないのなら、あなたを。これは2000。オッケー。よし。オッケーです。はい。重量重たい。あれや、調理せんとまずい。腐るわ。ハウちゃんの手料理タイム。こんなもんかな。で、これ腐ってる。今76配信してる人もめっちゃ増えましたね。あ、やっぱりそうですよね。やっぱりそうですよね。カリカリカマドーマドッグチョップ。このキャンプにはもっと死体があるといい。これとカリカリカマドマとあとドッグチョップ食べます。で、水、ビール飲もうか。本当にいい気分よ。頭痛はまだあるけど。マップ広がる。あ、マジで。あ、それめっちゃありがたい。マップ広がるのと、あとメインストーリーもうちょっと伸ばしてほしいわ、早く。それやったらまた帰ってくるわ、多分。あの、ESO、その、エルダースクロールズオンラインぐらいクエスト量があんだけあると、多分ね、うん、人がまた帰ってくる。コンテンツがちょっと少ないんよね。そう、マップが広がるとまたバグがね、増えます。やったね、タイちゃん。になります。うん、フューリー、メンタス。ああ、そうか。略奪品を売らせていただいております。あ、ファウトもいらんの。フューリーはいらんわ。ディジースキュアの方で病気1個治せるんで。
うん、 DC スキルがあれば大丈夫ですね。人を刺す小型やつが欲しいですか？ここにいいものがありますよ。お、よし。オッケーオッケー。じゃあメインクエスト行こうかな。オーランドと話す。あ、間違えた。内部でした。うん、アップデートするたびに新しいバグ残していく。でもドラマの方にはバグないから嬉しいよね。あ、それやってないからいけないかも。え？やってない？あー、レックスさんがやってないってことか。あの、なんかクラブハウスのクエスト。そうそう、新しいあのメインストーリーね。レスポンダーが退去して押し寄せ、このシーズンのメインまでやってないって。ああ、なるほど。まあ途中まで進めますよ。この辺にチェスのセットがあるって聞いたんだ。オーランド、オーランド。おおおおお。最後に綺麗な水に手をつく。オーランド、オーランド。どこだ？ちか。そう、話長いのとね、進行負荷出たりするからたまにね。言った通り、施設はレスポンダーや難民の皆様にも開放されているのです。おい。私はね、お騒がせして申し訳ありません。私どもはホワイトスプリングへの訪問が快適なものになるよう常に努力をしております。うん、ようやく来たわね。このおバカさんに娘が死にそうだってことを納得させようとしてるところだったのよ。私一人でね。この女性はお知り合いですか？いや、他人ですね。残念ながらここに来るはずじゃなかったのに。残念ながら？その態度があなたなりのおもてなしなのかしら。なるほど、まあ新たな知人の自信に満ちた態度はさておき、困っている人々を助けるのは避難所の義務です。おう、この女性が抱えている難題についてより筋の通った詳細を提供していただけませんか？この ヒステリックな BBA のことを、どっから説明したらいいんやこれ。彼女の娘アビア、あ、そうそう、これか。デビルズブラッドという薬物が必要だ。名前は聞いたことがあります。一般的な薬品よりもはるかに危険なものとされているようです。うん、その高さは伝説的。アメリカの遊び場に住んでるくせに退屈してる上流階級のバカどものために。ブラックジョークすごいよねこのゲーム。助けようとしているのはあなたの娘さんでしたよね。あ、アビーのことは勘弁してやって。引っ越しのストレスに耐えられない。あの、この辺のね、ブラックジョークがね、ドラマの方にも適用されてますからね。あれ、感動しましたね、ちょっとね。ねえ。アトランティックシティまで行く足が必要です。そういうことでしたら、幸運なことに、アトランティックシティの指導者たちは、旅行者の移動を支援しています。ほう。この件に関しては、もしまだでしたら、ジェレミア・ホプキンス氏にお話しください。ステージ横の共有スペースにブースを構えています。旅行の間、現地の人々へ援助の手を差し伸べる意思がある限り、いつでも好きな時にアトランティックシティに飛ぶことができます。あ、そうそう、あのアトランティックシティに行けるようにしたいんですよ、とりあえず。うん、今日はそこまでかな。信じられない。
そんなに大変なことだったの？ご登場、心より歓迎いたします、ルッソ夫人。恐れ入りますが、私には他に仕事がありますので、準備が整い次第レノックスが同乗させていただきます。では失礼。おほう、ああいう人間によく対応できたわね。あの人たちどこから来たの？17世紀じゃあ、すぐに向かいましょう。いいわ、出発までバーで一杯飲んでるから。恐ろしいフライトを乗り切るには飲まないとやってられない。あの、気持ち悪なんで。すみません。え、突然ごめんなさい。またなんか新しい BBA が。あそこは、あそこは危険よ。モンスターがいるの、この目で見た。何人も人が消えてる。それで私も逃げる。めっちゃ遠い。まさかジャージーデビルの話をしてるの？本当にくだらないわね、子供。この BBA の新型のハルビ帽子欲しい。通用しなかったけど、ジャージーデビルにさらわれたことなんてないわ。本当よ、嘘じゃない。あ、パーセプション4以上いけるわ。ジャージーデビルにデビルズブラッド、何かつながりが。血を抜き取ってそれでドラッグを作ってるってわけだからよ、あんなに怒り狂ってるのは。マーケティング戦略よ。究極の誘惑が可能な薬品にはどんな名前をつける？イノセントエンジェルミルクなんてどう？血液を吸い。ヒステリック BBA と。ジャージーデビルが実在したとしても常識あるビジネスマンならそこまではしないでしょ。ヒステリック BBA とマット BBA そう、変な人しかいないんですよ基本的には。行方不明者、やれやれ、また行方不明。騒がしい観光客やお粗末なエンターテイナー、そしてショーを。ヒス BBA と電波 BBA 確かに都合の悪い人間。電波と必須やで。的な偽装工作ね。私もあの悪魔にやられるところだった。山の方に逃げて正解だったわね。すごい組み合わせやな。もう行こう。警告はしたからね。私はもう知らない。空から目を離さないようにしなさい。あ、保留されてます。あのなんか。なんかね、ちょっと、なんだろう、放送禁止用語でも含まれてた、これ。ハゲってのがあかんのか？ハゲって、ダメだから、なんか差別用語なんかな？髪の少なめな人みたいなことを表現でお願いします、多分。それか、さっぱりしてる髪型みたいな。ハゲってのはダメらしい、多分。どっちやろね、どっちの単語やろ。ハゲか、うん。アトランスティックシティのカジノエリア、カジノエリア。ちょっと待って、カジノエリア。待ってよ。カジノエリア？あー、なるほど、これアトランティックシティ行けるようになったわ。はい、でもレックスさんがちょっと行けないみたいなんで、これは後回しにします。もう安全基準なんて存在しない。よし、じゃあちょっとそれ以外のことやろう。散らかってる頭とかならいける。ああ、いけるね。ダートヘアとか。だいぶなんか悪口やな。あとプープヘアとかもうあかんわ。ピー入るわ。ピー
あれ、なんかカリカリ言ってる。ありゃ放射能の嵐来てるね。どうしよっかレックさん、なんかクエスト行くか、なんかイベント。あ、アフロさん久しぶりの76。そうなんですよ、いらっしゃい。今日からドラマ化されてるの知ってる？実写の Amazon プライムで。うん、イベントいいよ。どこ行く？スコーチフォード。今週はずっと晴れ。ポセイドン。どれでもいい。じゃあハウちゃん多分行ったことない、これ行こうか。スミス農場イベント、ドッグウッド大オフ。なんか CM 流れてますね。あのハウちゃんね、1話ちょっと半分見たんやけど、本当にホールアウトしてたよ。うん、あれすごい。実写であれ作れるのはすごいわ。さすがお金かけてるね。パワーアーマー T60、 うん、本当に作ってたよ。あれびっくりした。こちらグラフトン市長、そこにいるなら話を聞いてほしい。ブリッジドクウッドが花を咲かせない。おかげで谷全体が荒涼としている。いやいやい、この木々に肥料を撒いてきてくれ。さあ、何をクズクズしている。いやいやい、なんか肥料を手に入れるってなってる。ちょっと行ってくるわ。右行ってくる。左お願いします。え、だいぶ遠いな。ちょっとブラックベア飛びます。ハウちゃん右行くから左お願い。いや普通に探索でもいいけどね。まだ多分見つけてないロケーションいっぱいあるんよ。おっ、待って。おっ、ほっ。あとは大丈夫か。いや明るいね。うん、敵なし。お、ちょっと待って。あ、いるわ。むっちゃ囲まれてる。あ、なんや。うわ、あれ嫌やな。めっちゃおる。レイダー連中のこのこ入り込んできたら後悔させてやる。ティックネ、グラニンガー農場。問題は山積みだって言うのに。ああ死んだ。76にはかナノひいや。核という名のいい暇つぶし。まあまあそうやね。まああのめんどくさいんで誰か撃ってくれたら行くけど、自分でコード見つけてっていうのはめんどくさいよね。あれかなり。ちょ、肥料これか。追加する肥料持ってません。肥料いんの。あ、ハウちゃん肥料持ってないわ。肥料を手に入れる。肥料。あってな、肥料、肥料。どっかいない？
コードを見つけて暗号解読してる人ほとんどいない。ああ、まあネットに転がってるか。でもめんどくさいよね、あれね。おい。そう、これね、パークがあるんでめちゃめちゃ楽なんですよね。あの、レジェンダリーパーク、これ。あの、自動ハッキング、自動ロックピック。マスターインフィルターレイター。直せる人に心当たりがある。セールインは900円なんや。ホールアート76。そう、あのね、 ESO、 まあまあまあ、これ多分メインゲームにはちょっとまだ考えてないけど、まあちょっと気が向いたらまた戻ってくる。あの、そう、カフカさん、あれもあるよね、あのジェネレーションゼロ。そう、あっちもあるからさ、これメインゲームにできないよ、なかなか。やりたいけど時間があったらやるんやけどね。それつけてる人久しぶりにいた。ロックピックもしなくなったからヘアピン余りまくってる。ああ、そう、ハオちゃん、あの自動ロックピックつけてる、便利なんで。ここで生きていくのは大変。ちょ、マジ肥料ってどこで手に入んの。これはちょっとごめん、レックスさん、このイベントは多分ハウちゃん向いてないわ。ハウちゃん向いてない、これ、すまん、なし。スコーチフォード行ってみようか。あの南側の、はい、石灰の山、石灰の山に発生している大群を一掃してください。こっちの方が楽そう。これスコーチフォード、これ行こっか。モスマンな、人めちゃめちゃ多いからな、あれ。で、大して美味しくなかったっていうか、なんやろ、それ限定のアイテムとかあるんかな。あとアフロさんいるかな、今。あの、ESO コレクション版買うことにしたかな。設計図、限定の設計図出るんか。なるほど。あ、レックスさん来てくれた。そう、これやろっか。スコーチフォードの発生源。あ、終わってるわ。あとボスだけや。え、これ人いる？あら、終わった。あの、レックさん終わりました、すいません。なんと、いうことだ。モスマンイベントあと3分やって。モスマンイベント3分なんで、3分後にモスマンイベントでもいいけどね。これ硬いね、やっぱり。
いやーでも久しぶりのホールアウト楽しいね。やっぱり敵倒してるだけでも。おっと、ちょっと待って、ねコンバットショットガン使います。中入るよ。V 狙いのパークつけてない。あ、つけてないね。うん、つける余裕がない。あのね、ハオちゃんのね、パークこんな感じ。だいたい重量系に振ってて、ライフルとピストルがアーマーの 36% 無視、9% の確率でよろめかせる、これつけてて、タンクキラーつけてて、で、ファイアインザホールでしょ？手榴弾の奇跡が出るやつ。で、グローサイトで発光する敵へのダメージが 60% 追加。うん、これ、発光するやつ硬いんでね。でアルコール摂取で中毒にならない、フレンドリーファイヤーで解放者で回復で、ベンダーで、爆発物ダメージデモリッションで、エナジーウェポンの重量で、スクラッパー、うん、つけてて、でアクションがあるで、食料と飲料の重量で、あとはコンテナ系ですね。コンテナつけて、ヘビーガンの、確率 V、確率で重傷を負わせるやつで、あとこれもコンテナ系のやつ、これもコンテナで これが武器で攻撃した時に確率で武器回復するやつ、修理。こっちがアーマーですね。アーマー修理。で、もう一個が、これ。放射能で変異が起きないようにしてます。まあ、探索用ですね。主に。あ、もう敵いないか。いないね。モスマン来てる。あー、了解です。じゃあ、レックスさん、モスマン行こっか。もう行ってる？早っ。何も言わずに行くな。ありがとう。教えてくれてありがとう。ああ、ね、フォールアウト配信もしされる方、ちょっと気をつけてほしいんですけど、もしね、フォールアウト配信しようかなって考えてる方、一個注意点がありまして、この、ラジオ、絶対切りましょう。これね、著作権引っかかります。フォールアウトのラジオは、著作権の宝庫です。これでね、ずっと垂れ流しで流してると、もう、10個ぐらい曲が引っかかる。うん。ので、やめましょう。で、あとね、エンディステッド。あ、別ゲームですけど、エンディステッドの新しいなんかゾンビモード、あれの BGM をちょっと引っかかってました。はい。音楽系はちょっとダメだね、やっぱり。ジャスラックというか、カスラック。とあんま言わないけど、うん、ほんとね。あいつらどんだけお金が欲しいんやっていうことなんで。OK。 ラジムライフルちょっと欲しいよな。解体で、モッドが欲しくて。
もう大体準備万端やね。ラットスタックの血を集めて血の桶に。あと2個。子供たちよ、儀式場の準備は整いました。滝にすべてに火がつき次第、召喚の儀が開始されます。さあ炎を燃え上がらせるのです。私は賢き者の塵を舞い散らせましょう。あ、ちょっと待って、分解で。いよいよです。滝にの炎が蛾の血に燃え移ります。出た出た、刹那ながらも啓蒙を伝えてくれるのです。吸い込みなさい子供たちよ、吸い込みなさい。完全に頭おかしい。子供たちよ、可能方の瞳を通じて世界を見るのです。塵と炎と噴煙でその体を満たし、喉を浸しなさい。今こそ真実を知るのです。ですが気をつけなさい、異端者の無知な輩はこの神殿に怒り狂うでしょう。どうや我らが賢き者の真実は彼らを狂気へ誘うのです。哀れな悪鬼どもから我らの聖なる光たる焚き火を守りなさい。炎の輝きなくしては賓客が招待に応えてくださらないかもしれません。無知な輩が教会に接近しています。討ち取りなさい、情けは無用です。タワーディフェンス、タワーディフェンス。シャドモは獣を連れ込んできます。外見に騙されてはショートカトリングが欲しいの。目に映るすべてに死を与えるのです。その姿がどうであれ、人間であれ獣であれ、歪んだ影をすべて吸い縛りの根ごとで死ぬでない。パワーアーマー勢多すぎやん。無知な輩が水辺の滝にへと向かっています。滝にを守りなさい。愚か者どもが四方から攻撃を仕掛けています。火炎放射で回復。の滝にを守りなさい。異端者を見逃してはなりません。見えなくなった。最終ウェーブが人が多いからもうね、簡単に終わってしまうね。まあ多分いいことなんですけど。最終ウェーブ撃退完了かな。あと20秒あるけどね。OK、 大体ああ終わり、終わりですね。感じますか、賢き者が近くできます。我らの合図をお待ちです。さあ美術館行こう。
急ぎなさい。私の元へ、美術館の屋上へ戻るのです。そう、これがね、ちょっと前回見れなかったんで。お招きし、我らの愛と感謝をお伝えしましょう。さあ、どこや。踊り、舞台、叫び、腹渡から胆液を吐き出すのです。感情をあらわに。聞こえますか、賢き者よ。こうやね。どうか我らの前にご降臨ください。おー、賢き娘よ、我らの招きにお答えくださった。あなたの知性に比べれば我らなど癒やしき娘にすぎません。来たれ子供たちよ。よし、賢き者の眼差しをその身に受けるのです。無限の知恵の恩恵に記憶するのです。写真撮影しよう。ちょっと待って、ちょっと、はい、邪魔。ちょっと待って、はい、オッケー、ありがとう、ごめん。どこ。よし、はあ、ありがたきモスマン様。え、なんかバフくれんのこれ。何もくれないんかい。だってな、使ってる武器とかパークとか見た感じ、ビルドは特に組んでない感じです。そやね。よし、オッケー。でもホールアウトでのビルドってよく分かってなくて、ピシッ。お、座れる。うわ、なんか下半身おっさんやな。上半身は女性、下半身はおっさん。あー、有名なのだと不屈ステルス。あーな、それは聞いたことあるわ。フィクサーでみたいな。いやー、お、レックスさん中に入ったのね。よし、私は腹痛つけてます。あ、そうなんや。はーい、じゃあ今日はここら辺で終わろうかなっていうふうには思ってます。はい、またね、機会があったら、うん、ぜひやりたいと思いますんで、はい、よければチャンネル登録、あとグッドボタン、お願いします。各種 SNS のフォローお願いいたします。よかったらね。本日のスパチャスパコメ読みたいと思います。まずゆっぷんさんですね。お茶、拍手、ケーキ、ありがとうございます。ツイキャスから感謝です。本当にありがとうね。ガラスさん、ケーキ。今回も投げ逃げのみでお許しください。ご分をってことで、本当にガラスさん、いつもありがとうございます。感謝です。はい。
スパーチャースパコメは本当にあの配信の励みになりますんで、まあもしよかったらね投げてもらってもすごい感謝します。メンバーシップ始めましたんで、まあメンバーシップの特典はね今のところコメントの優先返信ってしかないんですけど、まあもしエヴァタリアンプラチナムに興味ある人は、もう興味ある人だけでいいんで、よかったら入ってみてはいかがでしょうか。はい、では明日、まあちょっと早めに帰ってこれたらエンリステッドゾンビモードやりたいと思ってます。はい、ちょっと切り抜いてくれた方、まあリルフさんですけど本当ありがとうね。まあ動画にしていただきました、ありがとうございます。ゆっくり実況とかそっちのタイプハオちゃんやってないんでね、そっちに何だろう、そっちの方の切り抜きで使ってくれたらリーとかしたらすごいありがたい、うんですね。そういう形でコラボ は全然受け付けますんで、切り抜きに関しては、全然許可いたします。ただ表立ってコラボ、この人とコラボしますっていうのはあまりやらない方向にしてますんで、ごめんなさい、今のところは。はい。ちょっと不公平というか、うん。不公平じゃないけど、なんだろう。お互いのファンを、こうね、取っちゃう可能性があるんで、あまりやりたくないんですよね。喧嘩につながるんでね。はい。まあまあ、そう思ってるのは、ハウちゃんは個人的にそう思ってるだけかもしれないですけど、まあそんなことがありますんで。はい。じゃあ、皆さん本当にありがとうございました。じゃあエンディングいきます。お疲れ様でした。またねー。レックスさんありがとう。